土曜日は毎週恒例酒飲み生放送をやります。いつものように夜8時からやりますのでぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。さてもうすぐゴールデンウィークですね。通常であればこのゴールデンウィークの機会に帰省したりとか旅行に行ったりとかそういう楽しい日々が待っているはずだったんですけど、今年も我慢のゴールデンウィークになりそうです。昨日菅総理が会見を開きまして、東京、大阪、兵庫、京都の4都府県に緊急事態宣言が発令されることになりました。期間は明日から5月11日までということなんですけども、過去の例からして延長の可能性もなきにしもあらず、日本の巨大都市東京も大阪も対応に四苦八苦、もう16区ぐらいしてますよ。そもそも人口が多いですからね。まあにしたって対応大丈夫かなとは思ってしまいますけど、東京では今回の宣言でお酒を提供する店に休業要請をするなんてこと言われてますけど、こんな飲食店潰しあります？まあ飲むとテンション上がってしまいますからね。それでいつもより飛沫が飛ぶということで、まあお酒の提供をやめようっていうことなのか。でもそれだったら何か裏付けるものは必要になってきますよね。飲食店からしたら死活問題なんですから、本当にお酒が悪いのかという話ですよ。特に飲み物っていうのは店側のさじ加減で調整できるタイプありますよね。例えばハイボールとかさ。だからここで利益を稼ぐという話はよく聞きますけれども、それを断たれたらもうやっていけませんよ。協力金といったって、いやそれはありがたいんですよ。ありがたいんですけども、それで賄えるのかといえば微妙です。しかもやっぱいきなり言われてもなかなかね、対応が難しいところです。飲食店だけでなく百貨店やイベントも制限がかかることになりますし、ゴールデンウィークという希望が一気にぶち壊されました。人間そこまでやっぱ我慢ってずっとできませんからね。ゴールが決まっているならそこまでは頑張りますよ。ただ今のコロナ対応っていうのはゴールの決まっていないマラソンを永遠と走らされてる、そんな感じなわけですから、だからストレスもたまりますよね。大阪市の職員が市民に4人以下での会食を呼びかけていたのに、少なくとも1000人を超える職員が呼びかけに反する形で会食していたりするわけです。松井市長が謝罪してましたよね。自粛を呼びかけてる側すらまともに自粛できてないんですよ。人間だからその会食ね、したいっていう思いは理解しますけども、この前の厚労省といい示しがつきません。東京都の対策としては夜8時以降、まあ、あの街のねネオンなんかを消すよう呼びかけるということです。戦時中か何かですか？もしくは虫か？ネオン消したところで感染症対策になるんでしょうかっていうツッコミなかったんですかね。まあでも宣言も3回目ですから、何か以前と違うものをってひねり出したのがこれなんでしょう。知事にしろ政治家ってやってる感を出さないといけないわけじゃないですか。それで今までとは違う新しいものって考えて、まあこんな感じで、だから今度も何出てくるか分かりませんよ。あ、そういえばこの前内輪とかもありましたよね。やってる感を出すために新しい謎の対応っていうのは次から次へ今後も出てくるでしょう。もう一体日本はどこに向かっているのか。やっぱりワクチンが行き届かない限りこの戦いっていうのはなかなか終焉を迎えるのは難しいですよね。まあそうは言ってもワクチンについては様々な考えを持っている方がいるでしょうから、打たないのは当然選択肢だと思いますし、まあそれはそれでいいと思うんですけど、まあ僕としてはもう早くもう普及させてですね、もう終わりにしたいっていうのが正直なところです。そんなところで続きは生放送でやりますのでぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。